じゃあ今日も、先月に引き続き、大腰筋っていう、こっちね、これをつ見つけたいんですけど、まずここの体の前に腹直筋があります。ここの、この胸のエリアから生えて、ちょっと寸法が入るだけだ。もう地骨に向かってついてますね。で、この腹筋が、普段の皆さんの仕事中の姿勢やってもらえます。仕事中どんな姿勢ですか。そんなに楽しそうに仕事してるんですけど。そう、まあまあこうやって、まあ、こうやって巻き肩を気にする人は多いですけど、実はここもやっぱりグッて縮んでますよね。で、なんか、まあ、腰痛の人とかって結構腹筋をこうやる人も多いんだけど、実はこのデスクワークの現代人の人にとって腹筋って結構もうカチカチで硬くって、実はあんまり動いてないから、腹筋って結構柔らかくしなきゃいけないパーツでもあります。で、この腹筋をちゃんと柔らかく使ったら、その奥にあるこの大腰筋ですね、この奥のインナーマッスルを使ってベリーダンスの基本の動きをもうちょっとクオリティを上げていきたいみたいな感じね。で、この大腰筋っていうのはどこについてるかっていうと、基本扉の意味ってね、いろいろありますね。怪我をしないとかいろいろあるけど、なんか同じ動きしてるのに、あの人の動き綺麗だなって思う人とかいるじゃないですか。あと同じ振り付けを踊ってるのに、あれみたいな、同じなのっていうことがあるから、それをなんか見た目で、あ、丸書いてるから丸だけから、徐々にもっと自分で意識して意図して深いところの筋肉を動かしていくぞみたいなことをやっていくと、どんどん動きが綺麗になっていくから。じゃあビッグヒップサークルやりますか。ビッグヒップサークルもこの横に骨盤を3開きぐらいでお願いします。この横のスライドっていうか、横のくの字の時に腹の中にある大腰筋